杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。皆さんこんばんは、小野健翔です。美と健康の両面からあなたの生活にビビビッと刺激を与えるラジオ番組、今回も始まりましたということで、9月27日金曜日ですね。はい、もう9月もラストになりましたということで、私小野健翔はですね、昨日からですね、あのチーム雲水という、演劇ユニットで、舞台の本番をやっております、第6回公演ですね、配信という舞台を、中野座ポケットの方で、公演中なんですけども、収録のタイミング的には、まあ、初日が迫ってるような状態でございます。もうねすでにね見に行ってくださった方も、聞いている中にはいらっしゃると思うんですけども、皆さんどうでしたか？楽しんでいただけてますかね。はい、ぜひね感想等もあのメールでいただけたらなと思うんですけども、まあこの今段階で言えることはやばいいろんな意味でやばいです、マジで。あの今だからすごく切羽詰まってるというか、ふわふわしてるというかこれもいろんな意味でね、はい、なんですけども、まあ何がやばいのかというのはちょっとまあこのオープニングね開けたところで、まあ、ゆっくりじっくりふわふわ話していこうと思いますので、はい、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。改めまして小野健翔ですということで、まずはちょっとした、近況トークのお時間なんですけども、まあ、何がやばいのかと言いますと、まあ、ちょっとこのラジオはですね、美と健康について、関することを話していくラジオということで、まあ、ちょっと健康面の話をね、に触れようかなと思うんですけども、まあ、ちょっと前にですね、扁桃炎をちょっと発症してしまいまして、もうそれがもうやばすぎてですね、もう大丈夫なんですけど今は、38度以上の熱が、発熱をちょっと4日間以上出まして、で病院も行って、で最初まあその原因がわからないから、まあ、コロナとかインフルとかそういう検査もしたんですけど、まあ、それも出なくて、だから出ないから逆に高温なのが不安になって、でこれなんでこんなにその薬飲んでも全くこう熱が下がる気配がないというか、良くなる気配が全くなくて、うわなんだこれやばいって なってたんですよ。でなんか喉をパッて見た時に、その喉の奥がなんかすごい白くなってて、なんか白いのがついてて、でうわ初めてこんな状態初めてだってなって、まあ携帯で調べるわけですよ。喉痛い奥白いみたいな単語で調べたら、まあ扁桃腺が腫れるみたいなのが出てきたんで、まあ多分それかな、おそらくっていうので、はい、だったんですけど、いやー本当にしんどかったですね。で本当に週末からなったんで、仕事的にちょっとご迷惑を、まあ、おかけした現場もあるんですけど、土日は稽古だったんですよ。本当に貴重な稽古2日間取れてたんですよ。丸1日取れる稽古2日間取れてたの、そこだけだったんですよ。でそこにかけてた部分はあって、なんで本当に今だからやばいんですよ。そういう意味でやばかったしやばいんです今。でね、そのチーム雲水の中に寺山たけしっているんですけど、メンバーでね、で彼が結構その扁桃炎腫れやすくて、しょっちゅうその高温出すみたいな
話を聞いてたから、その寺に LINE して、まあ稽古どうみたいな感じなのと、あの扁桃炎ってさどうやったら治るのっていうのをあの聞いたんですよ。そしたら、あの薬飲んで全身毛布かぶってポカリ飲んで汗かいて、あの治すしかないっていう、もう風邪と一緒のことを言われて、もうあとは己の体があの菌と戦うだけって言われて、戦えっていうラインが来て僕そっから3日間もう本当にそのうなされながら見た夢が全部戦ってました、何かとマジで辛かったですね。で今はもう早くセリフを覚えなきゃっていうのと戦ってる状態なんで、まあだからその無事にね、今日はその開けてるわけですよ、もう本番だから。どうなってるかっていう、まあやってるんですけど、やってるしおそらく覚えてるでしょう、いや覚えてなきゃいけないんで覚えてるんですけど、まあちょっと今どうなってんのかなっていうのはすごく僕はふわふわした状態で話させていただいております。なので皆さんね、ぜひね、あの普通歌等で送っていただけたらなと思います。はい、ということで、普通歌の方ね、紹介させていただきたいと思います。お茶の子さいさいさんからいただきました、ありがとうございます。賢章さんこんばんは。こんばんは。アメク高尾の推理カルテ高梨優役でのご出演おめでとうございます。 ありがとうございます。賢章さんが出られるということで公式 X を覗いてみたのですが、キャスト推理企画なるものが実施されていて、すでに分かっている状態で見ても面白かったです。一問一答の好きな食べ物はでラーメンと答えていたり、好きなサウナはなんて質問もあったりして、賢章さんと分かった上で見たので笑ってしまいました。そうですよね、はい。他の出演者さんもとても豪華で今から放送が楽しみですと、ありがとうございます。続いてちょっといきたいと思います。赤い消防車さんからいただきました、ありがとうございます。賢章さんこんばんは。こんばんは。先日発表されていましたが、来年1月から放送開始のテレビアニメアメク高尾の推理カルテにご出演おめでとうございます、ありがとうございます。医療と推理が交わる医療ミステリー逆転劇、さらにキャラクター原案があの伊藤ノイジさんということで、これは面白いに違いないと PV を見てから期待が高まっています。医療現場もののアニメも珍しいんじゃないかと思いますが、セリフの中にも専門用語がいろいろと登場したんじゃないかと思います。そういう時は事前に調べたりなど、どのような準備をするのでしょうか。1月からの放送も楽しみにしておりますと、ありがとうございます。はい、ということで、そうなんですよね、来年から放送、1月から放送のですねテレビアニメ、アメク高尾の推理カルテ、でですね高梨優という、役を、担当させていただきます。はい、でこれその、キャスト推理企画っていうのがね、あの事前であったんですけど、ちょっとね確かにさすがに分かりやすすぎたかももうちょっと濁してもよかったかなって思いますね。その一問一答の食べ物、あのそばとか唐揚げとか普段あんま言わないようなことを言っとくとか、まあしかも好きなサウナはって思う答えなんてもうね、まあまあ分かりやすくていいのかな、分かんないですけど、はい。でまあ、あの本当医療ものなんですけど、いや難しいんですよ医療用語が。あのちょっとあのコメントの方でもね出させてもらったんですけど、結構やっぱりその普段言い慣れてない言葉だとか、あのこのもう34年生きてきた中で一回も聞いたことないようなあの長めのカタカナが出てきたりとかして、結構やっぱ苦戦しますね。でこれなんだろうっていうのっていうのはもうもちろん調べたりするんですけど、ね、難しいのがその言葉が指すものはとか意味はとかっていうもの自体は出てくるんですけど、専門用語すぎてイントネーションが出てこないんですよ。もうそれが結構厄介で、だからその収録現場で、この用語はのイントネーションはどうしますかっていうのを毎回統一するのが結構大変だったりしてますね。はい。あとはね、個人的にはモルヒネが全然言えなくて
いや言えるんですよ、言えるけど結構なんかなんかね出てくるタイミングが結構その患者さんが運ばれてきて救急のやばい状態ですみたいな時に言ったりするんで結構早口だったりとか叫んだりとかするんですよ。だと途端に言えなくなるっていうね。でもしかもモルヒネ注射とか全然言えなくてね、はい、大苦戦ですけども、楽しくやらせていただいてます。いやでもね、まあ、僕なんてまだ可愛い方ですよ。あのね本当アメクタカオ役のねさくらあやねはね、あやねるはもう超大変だと思いますよ。まあそれはもうね見ていただいたらわかると思うんですけども、なのでね1月からの放送楽しみにしていただきたいんですけど、もうねすごいですよ。アメクもすごいしあやねるもすごい。よくあんな噛まずに言えるねそのセリフって毎回感心しながら、はい、収録現場でねご一緒させていただいております。そんな活躍もねぜひ1月から見ていただけたらなと、はい、思います。さあ続きまして、マルスさんからいただきましてありがとうございます。ケンショウさんこんばんは、初めて送ります。 ありがとうございます。先日ケンショウさんが、スレイントロイヤード役で出演 していたアルドノアゼロのブルーレイボックスに新作アニメエピソード 24.5 雨の断章の収録が発表されていましたね。アルドノアゼロは私が、当時中学1年生の頃中 1? の頃に放送していて、アセイラム様の騎士であるスレインが好きだったのでとても印象に残っています。 ありがとうございます。時を経て、またケンショウさんが演じるスレインをアニメで見られるのが今から楽しみですと。嬉しい嬉しいけど中 1? ってことは、まあ多分約10年前とかなんで今24歳ぐらいかとかですかね。あいやいや23歳とかか、はい、若っ。いやそんなことはどうでもいいのよ、みんなもう年齢ばっかり気にしちゃってね、もうほんとおじさんかよっていうね、はい、そうなんですよ。アルドノアゼロね、僕にとってもねかなり印象に残っている作品というか、まあどれもね印象には残ってるんですけども、いやその中でもやっぱねアルドノアゼロはね思い出深いですよ。それこそねもう今やっぱり仲良くさせてもらってる花ちゃんとかねとも初めてだったのかな、わかんないですけど、まあがっつり共演した作品だったんでね、そのアニメが新作アニメを収録したんですよ。でまあこの内容、内容って言っていいのかな、内容はあんまり言ったらなんかちょっと怪しい気がするんで、まあやめときますでもねもうすでにね撮りはしました、はい。いやーめっちゃ楽しかったです、はい。まあ内容的にはねまあアルドノアゼロをね見ていただいた方はわかると思うんですけど、まあ最後ねああいう感じで終わってまあその続きなんで、まあ楽しい気分で撮れるような感じではなかったんですけど、収録自体はとっても楽しかったですし、久しぶりにスレインを演じたんですけど、それでもね全然スムーズにというか、なんかちょっと年取ったねとも言われずすんなり撮ることができましたんで、はい、ぜひ楽しんでいただけると思います、はい。いやーもうアルドノアゼロね続編やりたいな、青木さん待ってますよはい、ということで、まあほんとねアルドノアゼロはトロイカ作品なんですけど、まあトロイカさんもそっからねずっとやっぱりご縁がありましてね、はい、今やそれこそアイナナがそうですし、アトリですね、はい、続いておりまして、すごくご縁を感じております、はい。またね一緒に作品というかなんか作品作りできたらいいなって思ってます。なのでトロイカさん待ってますよ
はい、ということで、はい、皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。 FM916AM1134 文化放送からお届け中、杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。ここからはこちらのコーナー、みんなのビビビレシピ。美や健康のために食事はとっても大切な要素。そこで、リスナーの皆さんが美容や健康のことを考えて最近作ったレシピやメニューをご紹介していきます。そしてこちらのコーナー、なんと今回で最終回になってしまいました。はい、まあでも本当にね、毎回毎回皆さんからねレシピを送っていただいて、写真まで送っていただいてね、本当にねそれだけでお腹が空いてしまうような感じだったのでね、まあちょっと今回で最後になってしまうんですけども、紹介していきたいと思います。はい、豆乳さんからいただきました。ありがとうございます。賢章さん、こんばんは。こんばんは。先日、少し前に海外でバズってたらしいライスペーパーのクロワッサンを作ってみました。おー、どういうこと？ライスペーパーを、卵液かっこ卵、豆乳、お砂糖などに、浸して成形してオーブンで焼くという意外にシンプルなレシピです。ほう、普通のクロワッサンとは違って小麦を使わないので、グルテンフリー、そして今回はバターを使わずに作ったので、脂質もかなり低くできました。気になる味は、クロワッサン大好きな私的にこれはクロワッサンではないという感じだったのですが、もちっとしていてフレンチトーストのような味。おお、これはこれで美味しかったのでまた作りたいと思ってますと。すごい。でも確かにめっちゃ簡単そうではありますよね。なんか子供とかと一緒に作ると楽しく作れそうですよね。うん、オーブンで焼くだけだし、なんか簡単だしすぐできちゃいそうでね。ただまあ味はクロワッサンではないということ。なんかクロワッサンってすごいバターなの印象があるから、バター使ったらもうちょっとクロワッサンっぽくなったりするのかな。いやでもね、面白いですね。楽しそう。でもまあどんな味がするのか全然想像できないですよね。まあフレンチトーストのような味だったということで、すいません、僕は最終回にしてコメント迷子になってますね。はい、さあじゃあ続いていきたいと思います。あつこさんからいただきました。ありがとうございます。賢章さん、こんばんは。こんばんは。水神ソーダに合わせるヘルシーなおつまみに、豆腐とネギの中華炒め煮を作ってみました。おお、主な材料は、木綿豆腐1丁とネギ1本だけです。ヘルシー、それはヘルシーだ。1 フライパンでざく切りのネギと刻んだ唐辛子を炒める。2一口大にすくった豆腐を加えネギ油で焼いていく。3焼き目がついてきたら醤油とオイスターソースを絡め、具の3分の1が浸る水と、鶏ガラスープの素を加え数分煮る。4お好みで胡椒を振り水溶き片栗粉でとろみをつけ完成。おお、ネギの香りと唐辛子、胡椒が効いてお酒が進みました。ご飯のおかずにもぴったりだと思います。いや確かにな。ということで写真も、うわめっちゃ美味しそうじゃんこれ。多分味濃いめというかに作ってたりするともうほんとご飯がね進みますよね。罪悪感少なめの中華が、これはいい。これ何でも合いそうですよね、このネギと豆腐って。うん、水神ソーダでね、なんか多分さっぱり食べた後にこうさっぱりさせてみたいなことなのかな。わーにしてもうまそうだな。焼き目ついてきてっていう、こう焼き目と醤油って最高だよね。はい、ということでありがとうございます。はい、ということで本当に今までねいろんなねレシピ送っていただいて皆さんありがとうございました。まあコーナー的には、今回が最終回になってしまうんですけども、
まあ、皆さんもねこれからまあこう聞いていて、あこのレシピやってみようとか、なんかそういうのとかいろいろ出てきたと思います。まあ、終わってしまうんですけども、まあ、これからもねなんかこういうの作ってみようとか、こういう風にアレンジしてみようとか、皆さんねやっていただけたらなと思います。ということで、これまでたくさんの投稿ありがとうございました。以上、みんなのビビビレシピでした。杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。続いてはこちら、ビビビなサウナタイム。汗と一緒にいろんなものを流してリフレッシュさせてくれるサウナタイム。ここ文化放送に設置されたビビビのプライベートサウナで、皆さんの落ち込んだ気持ちを汗と一緒に流していきます。僕はさっきのビビビレシピのコメントのリアクションをちょっと汗と一緒に流したいですね。はい、ということで紹介していきたいと思います。ジルコンさんからいただきました。ありがとうございます。賢章さん、こんばんは。こんばんは。自宅の冷凍庫の氷入れをしばらくの間半ドアにしてしまい、慌てて閉めたのですが、溶けて一度水になった氷がもう一度凍って大きな塊になってしまい、使えなくなってしまいました。その日は飲み物に氷を入れることができず、暑い毎日の楽しみであるかき氷を作ることもできず、とても残念でした。冷凍庫はしっかり閉めようと思いました。うん、そりゃそうそりゃそうよね。あとさ、その冷凍庫をしっかり閉めるのもそうなんだけど、開けた時に氷入ってなかった時ね、うちはよくあるんですよ。そのなんか、まあ、最近の冷蔵庫はやっぱそうなのかなと思う、そういうの増えてるのかなと思うんですけど、その容器に水入れてガチャってやったら氷ができていくタイプの冷蔵庫なんですけど、その容器に水をなんか水切れてそのまま忘れてほっとくんですよね、あれって。あれってとか言って知らんけど、うちはそのなってるタイミングが多くて、その氷欲しい、あんまり氷使わないんですよ。だからそう、忘れるぐらいだから毎日使うってことがなくて、でもやっぱたまにその水に氷入れて飲みてってなった時に、ガラッて開けた時の何もない時の虚無感ね、もうなんか欲した時にねえなっていうあれがやっぱ悲しいよね。さということでそろそろサウナから出て氷風呂にでも浸かろっかな。はい、ということで今回はここまで。引き続き皆さんの落ち込んだ出来事や失敗談などサウナで聞かせてください。以上、ビビビなサウナタイムでした。さて、ここで杉薬局からのお知らせです。今日は実りの秋にふさわしい嬉しいキャンペーンのご案内です。今、杉薬局では公式 X をフォローして専用ページからお好きな商品を選んでポストするだけで無料引き換え券が当たる秋の超もらえすぎキャンペーンを実施しています。17種類からお好きな商品を選んで応募すると、その場でなんと11,570名様に無料引き換え券が当たります。例えばビゲンオイルパックカラーが1500名様に、超快適マスクが1040名様に、キレートレモンむくみが500名様に当たります。他にもパルムチョコレートやイエモン特茶など気になる商品がいっぱいです。応募方法はとっても簡単。杉薬局の公式 X をフォローして専用ページから希望商品を選んでポストするだけ。詳しくはこの番組の公式 X にもアップしますので、ぜひチェックしてください。応募締め切りは来月10月6日の日曜日まで。毎日1回チャレンジできます。皆さん、ふるってご応募ください。以上、杉薬局からのお知らせでした。
お送りしてきました杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はすべて小文字で sugi@joqr.net まで送ってください。放送100回記念の番組ステッカーもお便りが採用された方先着100名様にプレゼントしていますので、引き続きぜひお便りを送ってみてください。また番組公式 X も稼働中です。アカウントはbibbi_agqr、 推奨ハッシュタグはハッシュタグビビビです。番組内で紹介した商品や僕の写真もアップされていますので、ぜひフォロー&チェックお願いいたします。さらにこの番組は文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信もあります。毎週土曜17時に更新予定ですので、ぜひチェックお願いします。ということで今回の放送をお送りしてきましたが、まあもうなんといってもね、僕は今舞台の真っ最中ですので、まあ疲れがね、溜まってると思いますけども、一生懸命頑張っております。で内容もねかなり面白いと思いますよとか言ってまあちょっとあれなんですけど、まあ今までの運勢のそのなんか面白さもありつつ、まあなんかちょっとその今の時代に合った配信っていうね、 YouTuber みたいなのをテーマにやってるので、あのぜひね、あのまだ多分当日チケットとか全然あると思いますんで、はい、気になった方はですねぜひ遊びに観劇に来ていただけたらなと思います。ということで、今週はこの辺りでお別れのお時間です。この時間のお相手は小野賢章でした。ビビビ杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りしました。